さあどうぞ。私がお尋ねの浅野二郎ですが、ご覧のように3、4年前まではプロのキャメラマンでしてね、今はだらしのない男ですよ。なかなか見事なもんですね。まあ一時は一流のキャメラマンを夢見たこともありますがね、それがあの女と知り合ったばっかりに。ところで浅野さん、あなたは矢島博さんをご存知ですね。どうです、一杯やりませんか。ジョニクロですよ。まあどうせ女房の金で買ったもんですがね。いや結構です。そうですか。矢島博士、やつがどうかしましたか。今日の昼頃殺されたんです。殺された。あなたは矢島については知ってるんですね。すると買い物に出たのはあんたなんだね。ええ、その時旦那様はうちにおりました。それをなぜ当時警察に言わなかったんです。もし旦那様にお疑いがかかるといけないと思いまして。バカなことをしたもんだな。それだけでも君罪になるんだよ。すいません。何かお飲みになりますか。いや結構です。